アンドリュー・グレゴリー・チェイフィンは、アメリカ合衆国オハイオ州、ケッタリング出身のプロ野球選手。左投げ右打ち。MLB のオークランドアスレチックス所属。愛称は、ザ・シェリフ。ケント州立大学時代の2010年には、トミー・ジョン手術を受けている。2011年の MLB ドラフト一巡目追放で、アリゾナダイヤモンドバックスから指名され、プロ入り。契約後、 参加のルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスでプロデビューし1試合に登板した。2012年は A 級バイセイリアローハイドでプレーし30試合に登板して6勝6敗防御率4.93150奪三振を記録した。2013年は A 級バイセイリアと AA 級モービルベイベアーズでプレーし 二球団合計で27試合に先発登板して13勝8敗、防御率3.20、119奪三振を記録した。2014年、マイナーでは AA 級モービルと AA 級リノ A シズでプレイし、二球団合計で26試合に登板して9勝7敗、防御率4.08、114奪三振を記録した。8月8日にメジャーを結んで、 初昇格を果たし、13日のクリーブランド・インディアンスとのダブルヘッダー第2試合で先発してメジャーデビュー。この年メジャーでは3試合に先発登板して0勝1敗、防御率3.86、10奪三振を記録した。2015年は開幕をメジャーで迎えた。ほぼ1年間左のリリーフとしてチーム最多タイの66試合に登板し、5勝1敗二セーブ。 防御率2.76、16ホールド56、脱三振を記録した。2020年より、サンフランシスコジャイアンツから FA で加入した、マディソン・バンガーナーの加入により、背番号は40から47番に変更となった。2020年8月31日に後日、発表選手とのトレードでシカゴカブスへ移籍した。オフの10月28日に、 FA となったが、2021年2月5日に、カブスと1年225万ドルで再契約した。2021年7月26日に、グレッグ・ダイクマン、ダニエル・パレンシアとのトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。ありがとうございます。